いつまで人の下旨に従うのだ。痛みに耐えるのは主なのだぞ。クロードに狙われたが最後、敵に逃れる術はない。驚いただろう。敵は仲間が倒れる様を眺めることしかできない。氷具が的をクロードが封印を解くと、行かれる鬼が道を阻みにやってきた。クロードは死の淵をさまよっている。撃ち連れのマナコ、とどめを刺さなかったこと、敵は悔やむことになろう。クロード、我らを見くびるな。鬼の命の灯火は静かに消えていった。死は彼方から敵の体を貫いた。クロードが封印を解くと、行かれる鬼が道を阻みにやってきた。クロード、撃ち連れのマナコ。ほどのマナコはぼやけ始めていた。仕上がり、受けた恥を注ぐ。いざ波乗りまして。
彼方から静かに敵を葬った。迷いは一切なかった。兵具が的を射抜く。道を阻みにやってきた。敵は仲間が倒れる様を眺めることしかできない。
私は百発百中。クロードは彼方から静かに敵を葬った。撃ち捨てろマナコ。クロードに狙われたが最後敵に逃れる術ではなく、撃ち捨てろマナコ。クロードは先を進んだ。今助ける。主と神は似ておるな。何故消せぬことを恐れる。いつか主の力が恐れられる日が来るぞ。その時民を守ったことを悔やむがいい。